棒も高いです。与えられた心のパワーには時間制限あり、人間いいエネルギーも悪いエネルギーも寝てしまうとリセットされてしまう。いいエネルギーの例で言うと、こういう自己啓発本とかかな。本を読んでよしやるぞって思うのか、自己啓発セミナーに行って周囲からエネルギーをもらってでよしやるぞって思うのか、どんなにいいエネルギーを受けてもやっぱり寝てしまえばリセットされてしまう。ただ例外はあるよ。エネルギーを受け取るという自分の内側から湧いてくるエネルギーだけは寝てもリセットされない。その例がゲームとかじゃないかな。やりたいゲームソフトを買って楽しいわけじゃん。だけどもうこんな時間寝ないとセーブをしてる。で次の日起きてよしやるぞってならない。少なくともまだ続きがあるって思ってゲームやる。ほとんどの人ってそんなことないじゃん。よっぽどゲーム飽きてない限りはやりたくなる。それが自分の内側から湧いてくエネルギーであるからこその証なんだよ。こういう悪いエネルギー、借金1億2700万を背負った後に死にたい死にたいって思った時に、それを寝れば解決するよっていうこの本では教えてくれてるんだけど、そういう悪いエネルギーの時はもう寝ることでね、ぜひおすすめしたい。いいエネルギー悪いエネルギーってあるんだけど、いいエネルギーの時で他人からもらったエネルギーの時はもうドーピングされてる状況だから、その時は複数日ある中でたった1日寝るぐらいだったら寝ないぐらいだったらっていう選択肢あると思うけど、では寝ないでやるっていうのもたまにはいいかなと思ったりするけど、それは自分の内側から湧いてるエネルギーであれば寝たって構わないんだよ。だからこそまず心の底はやりたいことか、それとも心の底はやりたくないことなのか、それを考えた上で実行してみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。